本日はですね、ブローハンサトシさんにお電話をおつなぎしてラジオ収録しました。パチパチパチ。ブロー君、今ここにどちらですか？今埼玉県浦和にあるクローバーハウスにいます。クローバーハウス、クローバーハウスしばらく行くことができてないんですが、クローバーハウスとは何でしょう？クローバーハウスは、親を頼れなかった子たちが、児童養護施設とか里親、いわゆる社会的養護、国が守る制度、社会的養護を経験した若者たちがそこ出た後に集える場所っていうのが埼玉県の浦和にありまして、行政の人から受託して、コンパスライブで運営をしていて、僕はそのコンパスライブ一員として管理責任者としてここにいます。なるほど。そちらを利用するには、どうやって検索すればたどり着きますかね？コンパスナビクローバーハウスって検索すると出てくるし、おそらく今クローバーハウスってやっても上の方に出てくるじゃん。クローバーハウスと、カタカナで全部入れてもらえれば出てくると思います。クローバーハウス、該当される方は無料で利用することができるんですか？そうです。基本的にはそういう施設を経験している若者たちが、16歳から29歳の子たちここに集っていて、前後大体その前後来てくれていて、で申し込みするときはさっきのホームページから予約してもらえると、助かります。で初めての人は最初ちゃんと説明をして、使うか使わないか含めて、説明をするので、ぜひ安心して来てもらえればと思います。ね、私たちもね、そこで最初収録してたんですけど、今コロナでね、ちょっとリモートになっちゃって寂しいけど、皆さんお元気だといいなと思いますが、でじゃじゃん、こちら発売になりました、ブローハンサトシさんの虐待の子だった僕ね、今私の手ですかね。ブロー君どうですか、本を発売して。素晴らしいですね。一番最初に、一人目に言われたのが、サインを書いてくださいって言われたんですよ。サイン、そう、サインと思って、書いたことないから、もう早急に作って1週間ぐらいでロゴとかも全部考えて、ロゴっていうかそのサイン考えて、で今現在2月ですね。あ、違うか、まだ収録前。そう、これは1月です。1月、はい。そう、その頃にはですね、もう200、300冊ぐらいサインを書き慣れてきたので、もう目つぶってでも今書けるようになりました。ちょっとなんか著名人気分。すごい。ね、いやもうこのね、今写ってるのは私のさっちゃんの本なんですけど、こちらにもさっちゃん絵でブロー君からサインもらわなきゃね。あ、もらう。ね、楽しみ。こちらも今ね、画面に映ってるんですよ、大ちゃんが撮ってくる。目つぶって描きます。目つぶって描ける。本当本当。さて、こちらのラジオなんですけどもね、モデルタレントのブローハンサトシさんをお迎えしての放送なんですけど、2月の7日21時から越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウンでお届けいたします。越谷 FM はリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただいて、越谷 FM を選択、すればお楽しみいただけます。世界中からお楽しみいただけますよ。で今日 URL は下まで、いやちょっとそこまでは編集はできないけど、今日はマス節のクッキー、マップクッキーのご紹介も しました。はい、でもそしてブロー君の本ですね、それと落合光雄さんからのボイスメッセージもありがとうございます。はい、ありがとうございます。で来週なので夢療法家由美さんのコーナーもありますから、お楽しみくださいね。さてブロー君、最後にこちらの動画をご覧の方々にメッセージをお願いいたします。はい、2月はですね、いろんなイベントが盛りだくさんなので、ぜひ2月の、ラジオを楽しみにしてください。よろしくお願いします。あ、本についてもいろいろ触れてるので、ぜひ見てください。1月の予定とか、1月は何かありますか、イベント？1月は、1月14日に、
外国人のルーツを持った当事者の方々と講演を一緒にやるんですけど、まあ、それぞれが支援者の方に回ってるんだけど、自身が経験者でもあるっていうのでこうみんなで話し合ってきてるんですよ。で今までは虐待とかの方にフォーカス当たったり、まあ、児童養護施設の方に話してもらったんですけど、初めて外国人のルーツを中心に話すっていうことですごく楽しみです。初めてなんですごく楽しみだし、多分他でもなかなか聞いたことない、僕のその講演会してた方でもなかなか聞いたことない話をすると思うので、ぜひ、オンラインで参加できるので、はい、で僕の Facebook からも発信します。ブローハンサトシさんはブローハンがカタカナで、サトシさんが漢字になるんですね。ね、はい、そう、かっこいいよね、名前も顔もほら今までほらね、まあ、あの本当に母親のおかげです。そっちの血が強くてよかった、ね、なかなかラジオだとね顔が見えないからね、今回ちょっとアップで動画を撮れたからよかったそんな感じで、ね、今年もわあ、なんか赤くなった今年もね、ブロックにね、いろいろ活動ね楽しみにしてますのでね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日のゲストはブローハンサトシさんでした。ありがとうございます。